第106回全国高校野球選手権大会第8日、2回戦小松大谷3-0大阪桐蔭。14日、甲子園、大阪桐蔭が小松大谷に5安打で完封負けした。夏の甲子園では50試合目で初の冷風負け。春を含めれば3度目の完封負けを喫した。西川大地投手、3年、292玉で無失点に抑えられ、 聖地では通算96試合目で初めてマダックス、100球未満の完封を許した。2回戦以下での敗退は2年ぶり4度目。西谷監督は、先発の森がよく投げてくれた。打線は結果的にフライアウトが多くなった。投手は攻められません、と、ため息をついた。